高知財務事務所が発表したこの3ヶ月間の経済情勢報告によりますと、全体的には緩やかに持ち直しているとしています。個人消費については、百貨店やスーパーでは物価高の影響で節約志向が見られるものの、観光面ではキャンペーンやインバウンドの増加、さらにこのところの朝ドラ効果で回復傾向にあります。企業の生産活動については、土木工事の堅調な需要などを背景に持ち直しつつあります。雇用情勢は今年2月時点での有効求人倍率が 1.27 倍となるなど上昇傾向が続いています。